前ですね、ドラゴンクエストになぞらえて UX の話したんです。ドラゴンクエストの UX って話をしましたけど、これちょっともう少し面白いんで深掘りして話していきたいと思うんですけどね。まあドラクエってモンスター倒すと経験値が溜まって、そして一定値を超えると次のレベルに上がって呪文が使えたり、もしくは戦闘力が上がったりしてやれることが増えるじゃないですか。これがまあエクスペリエンスポイントってことなんですけど、これが我々が日常の中で、だからもうドラクエでエクスペリエンス貯めてるようなもんだから、なんで僕らが日々 UX っていうことを積む、自分自身がユーザー体験をちゃんとしましょうっていう話に例え話で分かりやすいと思ってるわけです。つまりユーザー体験を重ねるっていうことは、こう僕たちの生活って街に出て新たなお店で新たな食べ物を食べるっていうこともエクスペリエンスですよね。そして、ネット上で知ったアプリを、知っただけじゃなくて実際にダウンロードして使ってみるっていうこともエクスペリエンスですよね。で、有料でしか見られないノートの記事に300円払ってみることもエクスペリエンスですよね。ね。そしてニュースピックスを、1ヶ月無料で有料アカウント作ってトライアルしてみて、番組お金払わないと見れないものとかを見るみたいなこともエクスペリエンスですね。こういっぱいありますよ。読んだ本読んだら今まで読んで終わりじゃなくて、その著者、大体ツイッターやってるんで、ツイッターにアットマークでメンション立てて感想をツイートしてみることもエクスペリエンスですよね。そして久々にコロナになってきたけど友達と会おうぜ って会ってみることも含めて、全部全ての行動はユーザーエクスペリエンスを積むことであって、つまり人生というのはユーザーエクスペリエンス UX の集合体であり、僕らがもう体験っていうのは体験のナレッジですね、エクスペリエンスナレッジですね。体験の知恵というのは、つまりこれは UX のスコアだと言えるわけですよ。そうするとですね、例えばドラゴンクエストっていうのはエクスペリエンスポイントの名前ってレベルいくつっていうことが可視化されてるじゃないですか。わかります？あれと同じように、今の僕たちの人生において、僕は例えば今じゃあ僕は、魔法使いだとしましょう。魔法使いのレベル何なのっていうことが可視化されてる世界って今はないんだけど、それが今後出てくるやもしれんっていうことで現在進行形でいろいろあるわけですね。例えば、Apple Watch で自分の、その日常のエクスペリエンス全部データが蓄積されて、あなた UX スコアがどうなってるみたいなことができるかもしれないじゃないですか。で、例えば Apple Watch で、UX スコアは、40歳前半としてはあまりあなたは人生の経験値が浅いですねみたいなのが返ってきたら、これすげえ UX 悪いじゃないですか。だから UX、 自分の経験値みたいなことが、体験値みたいなことがデータ化されて可視化されることは果たして UX がいいのかみたいな問題はあるんだけど、でもここから Airbnb の話しようと思うんですが、すでにこの私たちの生きている世界の中では UX のスコアの可視化ってことは進んでるわけですね。で、Airbnb ですけど、 Airbnb ってホストもゲストも両方ともレビューがデータとして蓄積されていて可視化されるじゃないですか。例えばここはスーパーホストで、レビューは 4.8 です平均がとか、この人ゲストは今まで何回か旅をして Airbnb 使ってきたけど、その度にホストから評価があってゲストとしてのレビューは 4.2 ですとか、1回だけなんかすげえ汚したからちょっと行けてなかったみたいな感じで2とかつけられちゃって 4.2 に下がるみたいなことあるじゃないですか。これメルカリも一緒で、売る側も買う側も相互にレビューを使うことによって、その人ってユーザーとして、そしてお客さん側としてどうなのみたいなことが相互に可視化される。これってある意味 UX スコアの可視化だと僕は思うわけですね。でもその結果、このホストはいろんな人を受け入れていて、ホスピタリティが高いっていうリスティングにユーザーがたくさん集まるし、実際に僕らが仲間と一緒に営んでるハズフォルニアベイコーテージっていう Airbnb があって、これ愛知県の西尾市ハズって町に古民家一棟貸しで古い古民家をリノベーションしてですね、世界中からいろんな人がコロナ前なんか本当に来てたんですけど、この古民家なんですよ、古いんですよ。だからもちろん清潔であるとか、ちゃんとアメニティ用意するとか、お風呂はリノベーションするとか、そういう宿泊機能自体は高めてるけど、だけど周りにあるいわゆるリゾートホテルに比べて、じゃあ部屋の質はどうかって言ったら劣りますよ。しかしね、ユーザーっていうのはその部屋の綺麗さとか、その設備の豪華さだけを求めてるわけじゃないっていうことは、 Airbnb 使ったことがある人は分かるでしょうと。周りの環境がどうなのか、
その古民家の雰囲気はどうなのか、そして何よりもホストが直接迎えるみたいなことを僕らはやっていて、鍵だけどうぞ勝手に暗証番号を使ってやってくださいってしてないんです。なんでかというと、それは僕が沖縄で実際にエアビービーを体験して、いくつかのエアビーをやってみ、エアビーに泊まってみた時に、一番やっぱり US 君が良かったのはホストが直接案内してくれたところだったんです。だから僕らもそうやろうっていうふうにしたんです。つまりホストが提供する一連の UX、 それはアメニティが揃ってるとか、場所が分かりやすいとか、アイアビジョンのメッセージの対応が迅速だとかっていうだけじゃなくて、このいろんな経験っていうこと、つまり可視化された UX をユーザーが評価してるってことじゃないですか。で、逆に言うとホストからするとユーザーの UX スコアもしっかり見ていて、他のエアビーを使って良い評価されているユーザーをできるだけ受け入れたいわけですよね。他で出入り禁止になったユーザーは、例えばお金を払ってくれた人もできれば受け入れたくないわけです。なぜなら滞在中の行動が不安だし、そしてそういう人って結果止まったとしてもなんか悪いレビューを書いてきそうな気がするということで、その結果自分のリスティングの UX スコアが下がってしまうから、結果お客さんが減るみたいなことを考えると、ユーザーを選ぶってことができるわけですよ。ここ結構大事なポイントで、今までだったらお金払ったら基本的にキャンセルされるなんてことはなかったんだけど、 UX スコア、つまりあなたの体験値のが低い場合には、あなたのですね、レビューのスコアが低い場合には、お金払ったとしても断られるようになってくるってことがもうすでに起きてるわけです。我々は実際にそういうことやってますから。っていうことはですね、このエアビールビルにとってみたら、ゲストお金払って泊まってくれる方も大事なんだけど、リスティングをちゃんと泊まる場所を用意してくれるホストがいないと成り立たないサービスなんですよ。つまりこれは言いたことは、お互いのユーザーエクスペリエンスが良い状況ってことをエアビールは作るわけです。今までの旅行サイトってのは旅行者側、お金払う側が優位なんですよ。しかし Airbnb は相互なんで、お互い様だと、お互いの UX が上がるためにはどうするかを徹底的に説明するのが Airbnb なわけですね。さあ、ちょっと Airbnb の話長くなっちゃいましたけど、こんな感じで私たちは日常のスコアが、まあ Airbnb に関してみたら Airbnb に泊まったっていうレビューだけだけど、そのことが蓄積される時代になってるんですよ。だから自分が良い行動をする、良い習慣を持っている人は自然とレビューが良くなりますね。その結果お金が安く、 UX スコアが高い人、レビュースコアが高い人は他の人にも安く良いものに泊まれたりするみたいなことが起こるわけじゃないですか。わかります？なんでこの時代においては、これデータ経済社会って言うんですけど、お金を払ってサービスを買うんじゃなくて、良いデータを持ってる人がいいエクスペリエンスが返ってくるって、ここすごい重要ですよ。 UX の基本っていうのはデータをもらったらエクスペリエンスで返すですから、アップローチで何か可視化されてデータが来たら、じゃあそのデータを良くするにはどうしたらいいの、エクスペリエンスが返ってこないとユーザーっていうのは嫌なんです。ゲームと一緒ですよね。これをスライム倒したらレベルが上がるが分かってるから僕らはスライム倒すでしょ。スライム倒しても何が起こるか分かってなかったらゲームの中でスライム倒さなくないですか。経験値ためってのはレベル上げるためにやるわけでしょ。だから僕たちの日常も実はちょっとゲーム化してんですよ。自分が良い経験、良い行動をしてポイントが溜まってきたら次のなんかレベルに上がれるということを、僕たちはすでにこの可視化された、デジタル化された世界の中で自然とそんなゲームっぽい生き方をしてるのかもしれないな、なんていうドラクエになぞらえてエアビの話にちょっと脱線しながら戻ってきました。ちょっと長話になってしまいましたが、何言いたかったのよくわかんないけど、なんとなく面白かったぜぐらいの反応で嬉しいです。ありがとうございました。いやさあさあ、テレビでは映せない、ラジオでも流せない、大切なものがきっとここにあるはず。